ではなくて Y なんで、まずここの、 あの詰まりを、あの最初に声帯の部分に音が詰まったっ音が入って、今イエーになってるんですけど、これを抜いて Y からそうですよ、イエー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 と、yeah. そうです。これはこの単語はですね、発音記号に直すと Y の次は E なんですよ。これは E の音がないんです。イエーイです。Yeah. そうです。イエーイ。Yeah. もう一回次お願いします。That was fun. あ、次行ってください。どうぞ。Yeah. Did you like it? で、この Did you の部分ですね、あの、丁寧な昔のアメリカ英語だと Did you というふうに D と Y が分離して Did you になります。で、今の現代のアメリカ英語でフランク、カジュアルに話す分には Did you になります。 Did you like it? それは使い分けしてください。次行ってください。 Yeah, did you like it? 次行ってください。 I like the music. もう一回ください。I like the music. また、二重母音の I がちょっとぶつぶれますね。Like, like. I like the music. 最初の R のところのこの、ちょっと抜いてください。I like the music. New, new, new. New. Music. Music. ちょっと下の位置が1段階低いですね。U の時ですね。New の時に今1段階低いで Music ってこれね、もう1段階上げてください。New. この U の二重、U の長母音がですね、日本語では考えられないレベルの下の高さになるので、room と思いっきり上げてください。music。はい、もう一回言ってください。I like the music。で、Z の直前に、ここが閉まりそうになるんで、できるだけ閉めないように気をつけてください。ずっとの前に日本人は閉める癖があるので、そのまま閉めないで music と思いっきり言ってください。I like the music。はい、もう一回言ってください。You said it was fun. あ、そう。あ、いやいや、次、はい。もう一回言ってください、そのセリフ。You said it was fun. フワンって言ってますね。You said it was fun. はい、次ってください。I did. It was. Just the music? はい。これ、it was なんですけど、本来の発音では、ah です。was。でも、現代、普通に喋る分には、was と三角形になります。was。で、この場合は、まあ伸ばしてるので、あの本来の発音よりも多分現代の was を伸ばした方がいいかもしれないですね。 was と it was。 はい、次ましょう。 Oh, I mean the cake tasted much better this morning. I mean って言ってください。 I mean、はい、もう一回やりましょう、そのセリフ。 Oh, I mean the cake tasted much better this morning。 また二重母音の A が潰れてますね。 cakeCake. Oh, I mean the cake tasted much better this morning. はい、次行ってみましょう。Yeah, the cake was okay. またケーキが早いですよ。The cake was okay. What? What? I made it. Of course I loved it. はい、では A のセリフを見てください。え？ A? はい、セリフをざっと通してください。はい。What's for dinner? はい、次行ってください。I don't know. はい。No dinner? はい。I'm tired, okay? Maybe you can cook for me. はい、次行きましょう。I don't know how to cook. はい、次行きましょう。I'm not your cook. Not. I'm not your cook. はい、次行きましょう。Something happened at work? はい。Something って TH がプロジョンになってるんで、わさそうに戻してください。Something. Something. Something という単語は基本的には強調音では強調になりません。で、特別な場合だけ強調になります。Something happened at work? Happened. Something happened at work? Happened の P と N のところに母音が入ってます。Happened ってなってるんで、Happened。今、この手話よりもちょっとはっきりした音になってるんで、手話に戻してください。Something happened at work? はい、次行きましょう。You never thanked me. で、最後の K の音は強く言わなくていいですからね。You never thanked me. その work の K の音は、一番最後に、P, P, B, K, G, T, D が来た場合は止めて忘れてください。 Work って言わなくていいです。 Work って止めても忘れてください。で、その後にクッとでも入ってもいいです。 Work でも Work って言わないでください。ただしアナウンスの時は言っていいです。その伝えることが重要になりますので、はい。Something happened at work?
あ、それ完全に引きましたね。完全に飲みましたね。はい、完全に飲みなくていいですよ。止めて、もうリリースするだけです。はい。はい、you never thank me. I do. I do now. あ、do になってますよ。I do. あ、do って思いっきり Y になってますよ。do, do, 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 do. I do. まだ do って Y が。下がですね、T の時、D の時におそらく下が丸くなってるんですよ。で、次のウーの時に行く時に一回これがこう下に下がってこうウーって言ってるので Y が入ってます。do. do と。I do. do 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 do. do 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 do. まだ Y が入ってますよ。まだ do do, do って感じ。do do do. do 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 do. はい。I do. I do now. Thank you. Now すいません。now. はい、次行きましょう。too late. まだ too っていう Y が入りました。はい、トゥートゥートゥー、はい、ニュースって言ってください、英語でニュース、これは、同じ音です、ウーです。で、東海岸では、あと昔のアメリカ英語ではニュースと発音してました。現代のアメリカ英語の西海岸ではニュース、ウーで発音します。ニュース、他にはトゥーズデーと発音します。トゥーズデーではなくてチューズデーではなくてトゥーズデー、ニュース、ストゥアート、まあそうですね、あ、まあ、あの本来 U であった音が今西海岸では U だと思います。で、ニュースも同じです。あの、CNN ニュースと普通に。で、西海岸の人はニュースだと思います。ニューヨークだと思います。西海岸の人はニューヨークだと思います。はい。Too late. はい、too late. そうです。はい。Thank you. 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 はい。Thank you, Ken.Thank you. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Great. So, what's for dinner? Okay, sorry. Great. So, what's for dinner? What の音が昔の本来の発音になってますね。What って昔発音したんですけど、今は三角形の What になってます。What? What's for dinner? What's for dinner? そうです。What's for dinner? で、D がですね、ものすごく強いです。で、これも本来は悪いことじゃないですけど、あの、D の音が下が多分こう力が入って止めすぎてて、次の音がすごく力強い音になってます。dinner っていう時に力、dinner って言ってます。dinner dinner 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 what's for dinner そうです。dinner、 あ、下が先に来すぎました。下、上の方に当たっちゃったんです。 what's for dinner dinner 今まだギリギリここで今当たってますよね。上のここはもうちょっと下げてください。あの下げて後ろにもうちょっと下の開始位置が今上の歯にちょうど当たってるのでちょこっと下げてください。 D ですね。 Dinner 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 はい、そこです。はい、そこです。 What's for dinner? そこです。はい、すごく発音が素晴らしい方なんです。お疲れ様でした。はい。